そういう世の中になるでしょうしね。そうですね。だから本当に何ですか、助け合うような状況じゃなければ多分、うん、なかなかこのこうって難しいと思うんですよ、うん、業態の境目じゃないですけど、あんまりなくそのいろんな業者、ね、会社さんで助け合ったりっていうのもしていった方がいいんじゃないかなと思うんですよね、はいはいはい、群馬ってその異質なところがあって、その外に出てきたくないって人って結構多いと思うんですよ。やっぱり共同その地元愛じゃないですけど、うん、ですごく強いと思うんですよね。横のつながりとかもすごく縦のつながりとかもいっぱいあるんで、うんうんうん、そういうのはやっぱ もっと大事にしていきたいなっていう部分はありますよね。いやぜひ皆さんこちらのサンアルプス今日はねご紹介させていただきましたけど、はい、後ろにありますけどもう一杯飲んじゃうかいやもう本当に飲んでください。本当美味しいです。今あの夏だから喉も乾くし、あのあれですよね、正直味があるものって徐々に飽きてくるじゃないですか、うん、すごく味がついてるので毎日飲んで飽きないのが多分サンアルプスは特にそうだと思うんですよね。素敵、はい、いろいろ試したんですけど、うん、まあ、あの結構コンビニとかでもやっぱいろんな味を自分で買うんですよ。で、あのやっぱ美味しいですよ、うんうん、でも毎日手伸ばして飲むって考えた時に、うん、自分はこれがいいかなって思って、はい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 、販売はしてますね、うんうん、はい、本当一回飲んでもらいたいですよね、いろんな人に。そうっすよね。で全然ね、はい、あのそんなに本当お金がかかるっていう、ね、ものでもないので、全くあのノルマないんで、はい、残りの1本になったら電話いただければ、地区によってなんですけどほぼ平日は毎日、うんうん、あのほとんどの群馬のその主要地区は毎日配達してるんで、はい、うちのルート、うん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 、あのセールスドライバーの、はいはい、あの車配送なんで、うちの元気いっぱいな配送スタッフがみんなもうちょっと来た、佐山さん来た時はもう誰もいなかったと思うんですけど、はいはい、あの事務員さんだけだと思うんですけど、はいはいはい、朝は元気にみんな出発して、あそう多分みんな多分自分みたいにみんなあの外って真っ黒ですよ。日焼けがね、あ日焼けそうっすね今ね、はい、この時期はね、はい、もう絶対日焼けしちゃう、はい、俺今すげえオセロみたいな感じになってると思います。めちゃめちゃ真っ黒ですけどねまあこれ仕事じゃないですけどね、はい、いや俺が白すぎるのか金子さんが黒すぎるのかこれは一年中黒いんですよ俺。あ一年中まあ外出てることが多いんで、いやすごいな、相変わらず黒いよねって言われる。ああもうなんか今は多分ピークだと思うんですよ。あそうですね、はい、今ピークで、うん、でもあんま収まんないですよね。冬場でも別に冬場でも黒いと思います。黒いとじゃあちょっと、はい、次来るときはちょっと涼しくなってるかもしれないから、ね、金子さんの黒さがどう変わったのかも。次は本当にもう自分の大事なジョージがあの説明していただきます。ある意味そのうちの YouTube の中でも結構あの有名な女子なんで。ああじゃあちょっと。本当あのうちの動画ちょっと見てもらいたいですよ。あの全部見ときます。すいません。あこの人ねっていうのはすぐ分かる。ああ分かりますね、はいはい。あでもさっき喋ってました。はいですね。はい、なのでちょっとあのいろいろまた手を組みながら、はい、商品もご紹介しながら砂川さんとも一緒にやっていきたいなというふうに思います。こうチャンネルをご覧の皆さんに金子さんからなんか、そうですね、あの結構その前橋高崎だったりが多いんですけど、はい、あの結構あのラジオ FM 群馬さんで、うん、うちラジオ CM 流してるんですけど、はいはい、リスナーさんの方で多分気づいて話しかけてくれればいいのになって思うんですけど、うん、多分シャイな人が多いだと思うんですけど、全然話しかけてもらって、もうあの聞きたいことがあったりとか SNS の DM で来たりとかするんですよ、はい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 、こっそり。逆に自分は話したい方なんで、はいはいはい、全然どこあの話しかけてもらって聞きたいことがあるんですっていう人が結構多かったりとかするんですよ。お言えない裏話もありますけど、はいはい、どうなんですかこういったあれはどうなんですかとかまあ、あのうちの、まあ、商品じゃないことでも別に全然聞いてもらっても構わないし、はい、いやまあ、あの本来だったらうちの商品聞いてもらうのが一番ありがたいですけど、うん、はい、もちろんもちろんもちろん、はい、結構コンビニとかで泊まってる時に、はい、あの看板もあの、うん、車に看板入ってるんで、うん、結構この時期ってあのコンビニジュース買ったりとかしてる時に、はい、これってさって聞かれたりするんですよ。全然声かけてもらうのありです。あオッケーです、はい、じゃあちょっと金子さんを見かけたら、はい、全然声かけてもらって、はい、で、いろんな話を
ね、もちろんお店の話とか、そうですね、はい、そのライフラインの話とか、はい、須永さんのその会社の話とか、そういうのももちろん、まあそれがメインではありますけど、はいはい、まあ、金子さん個人の、そうそうそう、全然キャプテンですよ、どうなのとかっていう、うん、いや歌いいよねって、はいはいはい、全然声かけていただいて、わかりました。いろいろなところで、そのスタジアムでもそうです、コンビニの話でも出ましたけど、はい、俺嫌、別に嫌じゃないんですよ。はいはい、逆に素通りさ、ちらっと見て、あっって言って素通りされるとちょっとショックなんで。逆に、あれ、須永さんのみたいな、逆にそういうのがありがたいですよね。あ、結構自分が行ってるお客さんのお店さんとかで、うん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 、そのまんまカタログだったりとか、うんうん、自分の名刺そのまま置いてくれてるところがあるんですよ、はい、だから相手は自分の携帯してたりとか、はい、自分のメールアドレスしてたりとかで、うんうん、知らないところからかかってきても全然自分は苦じゃないです。あ、それはすごい、全然ここでもらったんですけど、こういうものなんですけどって、はいはい、人と接してるのが本当好きなんで、うんうん、だからそれは全然全く苦じゃないです。だから本当 YouTube でこんなこと言っていいのかどうかわかんないですけど、うん、その本当人と人のつながりって大事だと思うんで、うん、全然自分は声かけてもらうのは、あ、でもなんかプライベートを邪魔すんなって人が結構世の中多いと思うんですけど、うんうんうん、あんまないですよね。あ、そうっすか。なんか一人の時間がとかっていうのはあんま別になくても、うん、本当に外向きなんですね。かもしれないです。そうかもしれないですね、はい、群馬って喋り方も独特じゃないですか、はいはい、標準語で喋ってると思われてる部分もあると思うんですけど、うんうんうん、群馬って結構なまってますよ。なまってると思います。群馬弁がありますよね。はい、あると思います。そのきつい喋り方だって結構都会、はい、東京とか人には言われるんですけど、うんうんうん、でもその哀愁がある喋り方だと思うんですよね。うんうんうん、うん、多分群馬の中だとその群馬弁って多分ね、いいんだと思うんですよ。うんうんうん、だからじゃあ人懐っこい感じで話ができると思うんで、はいはい、じゃあちょっと見かけたら、はい。そうですね。で、まあ、自分とか関わらず、多分サンアルプスのトラックってすごく派手なんですよ。うん、まあ、動画で撮って、何台か止まってるんで。はいはい。はい、あ、じゃあちょっと動画でこの後撮っていきますかね。はい、はいはい、これだよっていうのは、はい。うちの会社の、まあ、もうそうですね。外観もそうですね。サンアルプスで派手な看板が止まってる。でも確かにそうですね、はいはい。ちょっと街中にあるんですけど、はい、結構言われるんですよ。あんなとこに須永さんの倉庫あるの？ど真ん中だよね、街中にって言うんで、結構目立つところに。そうですよね、ど真ん中だったんでね、はいはい、うん、そう、県外から遊びに来る友達とかよく、ここにあるのとか、うんうんうん、すげえとこにあるねって言って、で隣はだってもう赤城山だったり、そうですよね、岡田三郎さんの醤油蔵だったりがありますんで、本当、うんうん、ここ、なんていうんですか、最近は本当観光地化されてきたんで。確かにここね、国道、そうっす、はい、そうね、そうだね、ワンツーツーですからね、ワンツーツーで、はい、でね、栃木方面っていうか、そっちの方面に行けば日光とか、そうですね、はい、そっちの方に繋がってますし、うん、土日は本当に、まあ本当に観光のお客さんがね、ここに向けていくのにいい道路なので、うんうん、で、そんなところで日本酒だったりとか、はい、醤油だったりとか、はい、あとは有名なトロッコ列車が確かに出てますんで、やっとね、はい、運行になったんで、いや本当、ね、本当それも盛り上げたいんですよね、本当に、はい、いや、なんかそのあたりのこのね、大ママあたりのね、風景とか、はい、そういうのも、はい、いいと思いますね、はい、なんかギャップがあるんですよ、その、なんですか、ショッピングセンターがあったりとか、うん、その山が近かったりとか、うんうん、なんでもあるみたいな、うん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 、結構だから外に出たがんないですよね、うんうん、大ままいると何でも済んじゃうんで、はいはい、そういうところもちょっと魅力的なところもね、また発信していきながら、はい、今度はあれですね、もちろん須永さんのこういう商品を紹介する、今日はサンアルプスさんの紹介でした。で、だけどいろんなねものもやってるし、それの紹介もありつつ、はい、なんか外とかにも行けたら、そうですね、なんかお手伝いができることがあれば、ね、もう全然遊び行きましょうか。全然呼んでおれも本当に、はい、ぜひ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 、はい、群馬盛り上げたいですよね、うん、はい、なんか地元にいるから余計そうかもしれないですけど、はい、県外に流出するのを避けたいですよね、うん、本当に確かに確かに、
だからいい人材を群馬に残したいという部分もありますし、はい、あとは魅力度ランキングも下の方にあるんですけど、なんとか上に持っていけるような県にしたいなって、ね、そうだ、まあ、うん、あのみんなでね、はい、なんか一個一個なんか一つ一つ盛り上げていけたら嬉しいかななんて思うので、はいはいはい、これからもぜひよろしくお願いします。さあということで、今日は、ファクトリーズボイスということでですね、株式会社須永さんに、お邪魔をいたしまして、今日はこちらのピュアウォーター、サンアルプスというですね、はい、はい、こちらの、紹介をさせていただきました。後ろにウォーターサーバーありますけれども、モデルチェンジして、これ去年の夏ぐらいからこの結構スタイリッシュな形になったっていう、うんうん、はい、お家に置いても全然ね、そうですね、はい、あの電源さえ、結構利用さんも多いですけど、うん、あの一般家庭が多いですよね、うん、で今でもこの夏場は本当に今は熱中症対策で、はい、会社さんに伺うところが多いんで、うんうんうん、ぜひ使っていただければなと思いますよね。そうですね、はい、はい、あの全然お家にあっても全く、はい、場所も取りませんし、水もお湯もすぐに出てくるということで、非常に便利なものになってますんで、はい、ぜひこちら設置していただければなと思います。で詳しいお問い合わせが、0120-14-5959、フリーダイヤルいいよごくごくそんな感じで、そう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 、はい、もし詳しい話が聞きたいって言ったら、あのライフライン営業金金子、あ、そうっすね、そうっすね。でも基本的に会社に問い合わせがあると、はい、自分の携帯を教えてくれるんで、あ、はい、なるほど、はい、まあ、あとはあの SNS にドンって出てるんで、その、うんうんうん、そこから DM 送ってくれたりとかで、はい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 、OK です、はいはい、何でも聞いていただければっていう感じで、はいはいはい、ちょっと説明に来なよって言うんで、うんうんうん、はい、OK です、はい、本当多分ね、あの他の業者さんと違ってノルマがないんで、何本飲まなきゃなんないのっていう心配は全くないです、うんうん、はい、だからもう切れたら頼むみたいな、はい、いう感じで全然大丈夫っていう、それも、はい、それもでも一個売りですよね。そうですね、うん、家庭によってとか企業によってそう使う量って変わるじゃないですか。あと季節によっても変わりますんで、うん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 、はい、それはなんかありがたい設定かなって思いますけどね、はい、ということで、はい、またちょっと別の機会にその須永さんの別の商品だったりとかで、さっきも言ってちょっとイベントを一緒にね、なんかどっか行けたらいいなとも思いますし、たくさんの方にまた出ていただけたら嬉しいなと思うので、はい、はい、あ、そうですね、はいはい、大ままに思います。あの OK が出たんで、上司の、あの、あ、次は、はい、次は、はい、次は、次も OK 出たんですね。次はあのさっき OK 出たんで、あ、よかった、はい、じゃあちょっと、はい、それも期待していただければと思います、はい、でこんな風にいろんな企業さん回りながら、なんかいろんな商品紹介したりとか、こんな人いるよっていうのも番組の中では紹介していきたいと思います。そうですね、今度あれですね、そのなんか紹介みたいな、うん、次ここ行ったらどうですかみたいな、いいっすね、はい、なんかあの昔言うテレフォンショッキングみたいな、次は誰でみたいな、はいはいはい、まあ、ここ行ってくださいみたいな、はい、いうのは面白いかもしれないですね。面白いですよね、うん、横のつながりで、はい、確かに確かに、はい、じゃあなんかそんな企画もちょっとね、はい、ああいいっすよね、はい、人を追うみたいなね、はい、でそこにいるこう会社 の、はい、あの紹介だったりとか、はい、そういうこともできるんで、ですよね、うん、この人からここまでつながったのみたいな、うん、あ、確かに確かに、それはちょっと面白いかもしれない、はい、面白いかもしれないです、ね、はい、じゃあまたぜひよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます、はいはい、ということで今日は須永さんにお邪魔して、金子さんにこちらの、サンアルプスについてお聞きしました。では、ファクトリーズボイスここまでで、バイバーイ、イエーイ。はい、須永さんのトラックです。そして金子さんです。ちょっと来るとまた黒いのが黒いのが目立っちゃう。あ、でもこういうカラーリングのね車がたくさん、はい、まあ、今は皆さん配達中ということで、ここにあるのは1台だけなんですけれども、あのでかくフリーダイヤル配置で、あ、そうですね、はいはい、こちらまでお問い合わせいただければと思います。金子さん普段何台ぐらい止まってるんですか。そうですね、これ何台だろう、14、5台、もっとかな。あ、すげえ、はいはい、さっきね倉庫の方も見せてもらったんですけど、たくさんお水ありました。はい、そして圧巻ですよね、圧巻ですよね、はい、うん、でも本当あのこれからの季節は、お水すごく大事だと思いますし、皆さんもね消費する量が多くなると思うんで、はい、ぜひお問い合わせいただければと思います、はい。